エアソフト97です。本日はですね、G&G の新製品、ジャン ARP556 3.0 のご紹介したいと思います。まずこの箱がですね、素晴らしいですね。とってもコンパクトなんですね。従来の半分以下ぐらいのサイズになってまして、物流面でとってもメリットがあると思いますので、僕たちみたいな小売店の人にはとってもありがたい仕様じゃないかなと思いますね。本体がかなりコンパクトになってますから、それをアピールするいいパッケージングでもあるかなと思いますね。じゃあちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じで、説明書ですとか保証書ですね、入っております。これとレンタル用サンプルなので刻印が入っておりますけども、初速がだいたい 0.2 で測定して、これが多分ノンホップの時とかかなと思うんですけど、80台前半ぐらいになってますね。インドアで使いやすい初速かなと思います。で、漢字の本体がですね、こんな感じで収まってますね。銃についてるこの応募用のやつは外しちゃった状態なんですけども、ここにマガジンと、これ実はですね、ここになんと嬉しい QD スイベールアダプターが付いておりますので、これをこういうところにですね、取り付けてスリングとかも運用しやすいかなと思いますね。で、はい、ストックを伸ばすとこんな感じになっておりますね。はい、で、こちら556 3.0 の特徴をご紹介していきたいと思います。ただまずですね、これですよ、このコンパクトさ。 ARP556 初代がかなりコンパクトで、1フィートモーター搭載で高性能で、これで大人気だったんですけれども、 2.0 になってメッチ精度とかを良くするために少し長いハンドガードになって、樹脂フレームの場合だと通常のスペックのオリジナル中足系モーターなんですけど、 3.0 になって待望のイフリートモーターに回帰しまして、フレームは樹脂レシーバーで軽量っていうところになってますので、このスタイルの556の最終到達点というところなんですかね、これを待ってた人多かったんじゃないですかね。で、こちらですけど、スペックですね。まず重量が 2070g、 かなり軽いです。約 2kg ですね。全長がストックを伸ばした状態で 61cm、 畳むとなんと 40cm を切って 38cm になりますね。かなりコンパクトなので、いろんなカバンとかしたものに入っちゃうんじゃないでしょうかね。この折りたたみのこのストックがいいですね。で、あとこの前方から見ていきましょうね。こちらのハイダー部分がすごいコンパクトなサプレッサーになってるんですよ。ここに、消音のスポンジが入ってるのが見えますでしょうか。で、これが実際に機能してまして、今までの ARP シリーズパワーって結構サプレス音がバレルが短いっていうのもあったんですけど、ハイダーの形状もあってかなり発射音が激しい感じではあったんですけども、この十分に効果のあるサプレッサーの効果で短いバレルながらもかなり静かな感じで発射音を抑えられますんで、より実践的にはなってるかなと思いますね。発射音でバレルっていうのもちょっと抑えられると思います。はい、で、こちらのハンドガードも短い5インチ仕様になってまして、こちらの CM シリーズの樹脂レシーバーですね。はい、こちらのチャージングハンドルを引くとポップのダイヤルサクタになってくるんですけど、ポップのダイヤルにアクセスできます。で、こちらのボタンを押すと戻すことができます。で、ダストカバーですね、これがプラスチック製のかっこいいものになってますね。メタル系ですとちょっと歪んじゃったりとかがあるんですけど、この樹脂でしたら耐久性も申し分ないかなと思いますね。で、これ閉じるとき、今開けた状態でこのポップダイヤルにアクセスできる状態で閉じると開きにくくなっちゃうときがあるので、必ずこのポップ調整した後にここを閉じてからこっちも閉じるようにしましょうね。はい、で、あとマグキャッチはこちらのボタンの他に、はい、こちらからも操作できるアンビシオになってます。はい、で、ストックですね、先ほどもやりましたけど、このボタンを押すと折りたたんで、はい、簡単に戻すときはもうスッと戻せます。で、こちらのお尻のところのこのコンパクトな部分にバッテリーが入ります。こちらですね、実は、今回レビューするにあたって今更かよって感じですけど、僕気づいたことがあったんですけど、ここのバットプレート部ですね、ここの上のボタンをスライドしてこのバットプレート下に下げるとアクセスできるんですけど、じゃじゃん、これですね、実は純正の細いスティックタイプが入るのかと思ったんですけど、実はこれ DCI ガンズ製のミニ S ですね。 DCI ガンズ製のミニ S って少しだけ他社のミニ S に比べるとコンパクトなんですよ。で、これがちょうどぴったり入るんですね。なので 7.4V で使いたい人でもこのミニ S だったら収まりますんで、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと 7.4V での試射から打ちしてみたいと思います。イフリートモーターのトルクフルな感じがいいですね。フルオート打ってみます。7.4V でも十分なスペックがあるかなと思いますね。はい、続いて 11V いきます。
やっぱり 11V は早いですね。はい、フルオートいやもうハイサイクルですね。箱出しでこのサイクルはもうえぐいですよね。はい、だいぶ早いのでちょっとフルオートの運用には気をつけましょうね。で 11V なんですけど、さすがに車外の 11V を入れてしまうとスペックによっては電流が高くてサイクルがとっても速くなっちゃう。でそれで、まあ、弾道が見られたりとか故障の原因につながることもありますので、 11V を使いたい場合は必ずこの G&G 純正の 11V を使いましょう。これ絶対ですね。